中米、チアパスユカタンの旅1854年版に載せられた肖像ジョン・ドイド・スティーブンズは、アメリカ合衆国の気候作家、探検家。マヤ遺跡について詳細に記述し、マヤ研究の父と呼ばれる。コパンの石像スティーブンズは、ニュージャージー州シュルーズベリーに生まれた。ニューヨークで8年間弁護士の職についていたが、1834年から病気療養のために、 ヨーロッパ各地を旅行し、1835年にアメリカンマンスリーマガジンに旅行記を連載した。1836年にはエジプトとペトラを旅行し、その旅行記が大ヒットした。ヨーロッパ旅行記も1838年に出版された。1839年にスティーブンズはアメリカ合衆国の外交官として中央アメリカに渡った。 マーティン・バン・ビューレン大統領の依頼によって、中央アメリカの有力者を探して合衆国側につけるという使命を帯びていたが、この仕事は簡単に済ませ、あとは旅行に費やした。イギリスの画家、フレデリック・キャザーウッドと共にコパンとパレンケを旅行し、ついでユカ・タン半島に渡って、ウシュマルを訪れた。中央アメリカ旅行記は1841年に出版され、 前作以上のベストセラーになった。スティーブンズとキャザーウッドは再び、ユカタン半島を訪れ、牛丸の他に、カバー、トゥルムなどの、それまで知られていなかった遺跡を発見した。チチェン一茶では、建築様式がトルテカの影響を受けていることに注目し、球技場があることにも気づいた。ユカタン旅行記は1843年に出版され、やはり好評を博した。 その後スティーブンズはパナマ地境鉄道の建設に関わりパナマ鉄道会社の副社長、後に社長を務めた。しかし1852年にパナマでマラリアに罹患して重体になりニューヨークに帰ったもののその年のうちに没した。スティーブンズのマヤ遺跡に対する考えは後世の多くの学者よりもかえって正確なところが多かった。マヤの遺跡を 現在のマヤ人の祖先が作ったものであると正しく推測していたし、マヤ遺跡を何千年も前のものとするような突飛な考えも持たなかった。また、1843年の本は、現地の学者ピオペレスによる年代記を含んでおり、マヤ歴の日付の現地名が載せられている。スティーブンズの著書は、当時の末日性とイエス・キリスト教会にも影響を与えたらしい。 マイケル D 校によると、モルモン書にニーファイ人を率いて、海を渡った、モーサヤがまずゼラヘムラの地を治めたとしているが、ジョセフ・スミス・ジュニアは、スティーブンズの本からの抜粋を、教会の新聞であるタイムズシーズンズに載せ、注釈を加えて、ゼラヘムラがグアテマラであり、パレンケはニーファイ人によって作られたと説明した。ありがとうございます。